ようございます、松竹です。今日は四国徳島を目指したいと思います。四国に行く理由なんですが、五国印を完結したい。徳島3つ、明日は愛媛3つ、一気に走破しようと思っております。いや、ここのとこですね、ずっと仕事が忙しくて2週間ほどバイク走ってません。もうそのストレスをですね、払拭する今日の走り。朝4時半からテンション高めでございます。ただ道中はものすごく長い、時間的にはですね余裕なはず。今治市の岡村港を目指して、岡村港から今治に渡ろうと思ってます。前回このフェリーを使う時にですね、かなり時間に追い込まれたので、今回は余裕を持って4時半出発でございます。まあ、約1時間20分ぐらい、6時50分のフェリーに乗るということなので、チケットを買う時間を含めても余裕のはずでございます。ただ遅れると次の便は9時半ですから、何にもない場所で2時間待ちはつらい。そして計画倒れになってしまう。これは早すぎてもいいぐらい、そんな予定で走っております。秋灘大橋、朝日も見えてきましたね。テンション上がってきますよ。テンション上がってきた。おー、まぶしい、まぶしい。さあ来ました、愛媛県入りましたよ。もう考えてみれば、バイク乗るまで陸続きで愛媛県行けるって知らなかったですからね。バイクは人生を変えた、そう言っても過言ではありません。今日は楽勝で着きそうですね。早すぎるぐらい、6時50分のフェリーに6時に着こうとしている。時間配分のできない男。さて着きましたよ。おいしょ、私よりも先着がいる、やりますな。さあ今治上陸でございます。ここからですね、今日は一気に徳島まで向かいます。今治城、前も来たけど今日も寄りません。今治城行きたいけど今日も寄りません。何もないな、誰もいない、僕らの青春を。ちょっとどうお話したらいいか、とりあえずですね、事故にまあ遭遇しまして、ちょうどですね、私が左車線を走っておりまして、その前をトラックが1台走っておりました。でトンネルに差し掛かったところでですね、横転している車があったんですね。それにトラックが追突したと。トラックの右車線を他の黒い車が並走するような形で走っていたもんですから、トラックは避けきれずにそのまま突っ込んでしまったという状況でございました。で私はですね、後ろからの後続車もあったので、
ちょっと追突される恐れもあるなという頭が一瞬で働いて、そのまま横をすり抜けるような形で通り抜けました。まあ、私自身はですね、何もなかったんですが、ちょっと急ブレーキかけたりとか、まあいろいろ緊張感あったんですかね、ちょっと腰が、グッてなってます。で、とりあえず警察に、連絡をしました。で、何かのですね、まあ参考になるんじゃないかなと思って連絡したんですが、いかんせん私が広島の人間ですから、土地感覚がなくてですね、何トンネルとかどのあたりとかうまく説明できなくて、あんまりちょっと参考にならない感じで申し訳なかったという感じですが、一応、私が見たその状況というのをですね、説明をしようという感じで電話をしたんですが、状況の説明は特にいいですみたいに言われて、まあそういうもんなのとか思いながら、まあ、とにかく気をつけて安全運転で走りたいと思います。で、いかに、車間距離が大切かということが思い、知らされる瞬間でありました。今振り返ってもですね、その時にどう対処するのが正解だったのか、正解がちょっと分かりません。とりあえず私が思った中でやれることはやったつもりなんですが、こんなことあっては欲しくないんですが、今後の参考にできるのかなと思います。徳島でラーメンを食べたいということで、井の谷だったと思うんですが、そのラーメン屋に向かいます。あれだ、右側です。行けるか。野谷さんでした。先日ですね、映画チャンネルでも紹介されたラーメン屋さんでして、まあ、せっかく行くなら行きたいなと思って寄らさせていただきました。美味しかったっすね。味が濃い系なんで、まあ、結構好きなタイプのラーメンでしたね。で、私ですね、生卵入れるの忘れちゃいましたね。おすすめの中華そば頼んだんですが、徳島ラーメンといえばなんか生卵みたいなイメージあったのにもかかわらず、生卵を頼み忘れました。まあ、よしとしましょう。で、次はですね、まあ、今回の四国旅の目的、五穀印ですね、これをやっていこうと思っております。結構近いところにあるみたいなんで、サクサクっと回りながらですね行こうと思います。福島県文化の森総合公園、ちょっと止めるとこ間違えちゃったかな。神社がどうもこっちなんですね。
王子神社猫神さん、うちも猫飼ってますからね、猫の健康でも祈願しときます。さすり猫さん、さすり猫さんだって。あれ、刻印はどこだ。止めるとこ間違えたかもしれないですが、まあまあまあよしとしましょう。さて次は津田のあの適当すぎるんですけど、今ナビセットしたのに目的地の名前が思い出せない。はあ、やだね年取るって。だからこっからはちょっとタイムアタック感が出てきますよ。次はこっから15分程度、その後がちょっと長そうなんですね。でそれを行ってこい。いやちょっとね、午前中のあの事故を見てなかなかこう精神的に落ち着きを取り戻せなかったんですが、まあ人間っていうのは変わったもんですね。そこで安全祈願をしたら少し気分が楽になると。あの私ですね、お寺さんとか神社とかいろいろ行くんですけど、あんまり信仰心ありません。ただあいたの神社仏閣を歴史的建造物としてちょっと見てるんですね。あのお賽銭で願いが叶うなどとは一切思っておりません。ただそのお賽銭がですね、その歴史的建造物の維持に少しでもつながるんならと思ってお賽銭をしております。こういう心根でもまあいいんじゃないですかね。津田八幡神社 P んご確認させてもらったんですけど、これがうちの方がこのご主人やね。はい、これで、これをすみません、お休みにとって。ありがとうございました。はい、お気をつけて。津田八幡神社でした。着きましたね。どこ止めようかな。よいしょ。すいません、ご刻印できたんですけど。はい、カメ、ウミガメですか。はい、ありがとうございます。あ、うん、はい、これ C。 あ、はい、ありがとうございます。どうもお待たせしました。この先って何かあるんですか。この大岡の階段、今日綺麗ですよ。あ、階段が、はい、あ、ちょっと、うん、はい、ナビがなくてね、海の色も上手綺麗。あ、本当ですか。はい、バイクで行けます。行けますけど、あの置いとって歩いてても。あ、でももうすぐそこです。あ、はい、ありがとうございます。はい、どうもお気をつけて。はい、ありがとうございました。うわ、本当だ。すごい綺麗。日本の渚百選。大浜海岸。Thank you.
徳島まだまだ行きたいとこあるんですが、ちょっとねせっかく四国で泊まるんだったら夕焼けを見たいなと思ってる場所があるので、そちらに向かっております。なんと呼ぶのが正解なのか分かりませんが、父母ヶ浜もしくは父母ヶ浜、そちらに向かっております。ここから2時間、今回の四国ツーリングなんですが、昨日の3時とか4時とかあの辺で思い立ったもんですから、実はねホテルも取らずに出てるんですよ。本当にね行き当たりばったり。でも先ほどねホテル確保しましたんで、なんとかたどり着きたい目的の五穀芋、明日は愛媛県3つを抑えて四国五穀芋コンプリート、安全運転でやっていこうと思います。なんか今義経橋っていうのがあったんだけど、源の義経なんかあるんですかね。あ、源氏橋なんかあるんかな、なんだろう。あ、義経騎馬像 400m 行こう。ここでいいのかな、階段登れと。すごい、こんなでかいのがあると思わなかった。義経公の像でした。騎馬像ですね、騎馬像。いやびっくりしましたね、あんな立派なものがあると思ってなかったから。わあ、ここからも見える、すごい。あ、Pここにもあるね、P、父母ヶ浜。ダメ？なんかダメな感じだった。バイクダメです？行けます？向こう、なんかバイクはいいよ的な、バイクっていいですよねこういう時。すいません、今あそこのおじさんがバイクはあっちに1台止めれるよう言われたんですけど、はい、あ、いいですか。これはちょっと想像以上でしたね。もう一大観光地という感じです。なんかドーナツ屋さんとかすごいな、うん、よいしょ、あーすごいね。一大観光地という感じです。